え皆さんこんにちは週刊金曜日編集長文尊秘です八月になりました八月二日号今回の号は八月二日号なんですがチェソンイさん編集委員のチェソンイさんが敗戦の日が間もなくやってきますが戦争によってあとは侵略そういったことによっていろいろな問題が発生しています発生するんですがそのような問題 解決していない問題などがあるんですねそれが一つ遺骨の問題です朝鮮人の連行されてきた労働者たち動員されてきた労働者たちが日本全国の炭鉱や発電所で働かされそのままお亡くなりになったり例えば事故によって亡くなったりした人たちが大勢います戦後七十九年がたったにもかかわらずその人たちの遺骨が ままだ故郷にに返還されずいいいるそういう問題が残っていますチェソニさんがぜひやらなければいけないということで今回ご本人が責任編集という形でやってくださいましたまだ解決されていない問題大きな問題の一つとして遺骨の問題があるということは皆さんかみしめていただけるとありがたいと思います。あととですね今回遺骨以外にもい、まあ、いろいろと 目玉の企画があります特に最近問題になっていたのが自動車業界の不正認証問題この問題明らかになってトヨタの会長が謝罪をしたりしていますがこの問題どういう根本的な問題があるかということを経済思考の筆者である後藤逸郎さんが取り上げてくださっています。 都知事選がテレビ朝日の報道姿勢に疑問という形で都知事選の報道についても取り上げています投票の連載中の岸田政権とは何だったのか今回は五番目ということで農業総崩れ農業問題について取り上げていますぜひお読みいただければと思いますよろしくお願いします